カオさん、ブースリー知ってる？もちろん、超有名じゃない？じゃあ、ちょうど天気がいいからブースリーを探そう。これは高さ2メートルあって、ブルースリーの誕生日11月27日にお披露目されたんだよ。最後の作品、燃えよドラゴンがモデルになってて、かっこいいよね。香港代表のスターとビクトリアハーバーを一緒に撮影できるんだね。天気が良くて海風が気持ちいいね。そうだね、ストレスも全部解消される。ビクトリアハーバー全体をカメラに入れられたらな。香港芸術館もカメラに入れなきゃ。4年かけて改装して、やっと去年11月末に再開したんだよ。ハーバー沿いを歩くだけじゃ物足りないでしょ。他にも楽しめる方法があるよ。え、何泳ぐの？違うよ、水泳選手じゃあるまいし。香港の景色といえばスターフェリーでしょ。スターフェリーはセントラルとワンチャイへの航路があるけど、景色を見るならやっぱりセントラルへのスターフェリーでしょ。セントラルへのフェリーは1階と2階があって、1階はレトロな雰囲気があふれているよ。2階は暑い日だとエアコンがついている座席エリアもあって快適だよ。フェリーも楽しみ方があるんだよ。左側に座るとカオルンと香港島を同時に見られて、右側であれば夕方天気が良ければ夕日も見られるかも。他のフェリーも行き交って景色が間近に迫る感じがいいね。そしてもう一つ、これからハーバーが見える穴場に行こう。ピクニックもできるんだよ。わあ、素敵素敵。ちゃんと海と夕日が撮れるね。カフェやレストランもあって、ピクニックしなくても食事ができるんだね。インスタ映えもできるし、オープン時間内に無料で公園の利用できるよ。海を見ながら食べるともっと美味しい。ロマンチックだよね。夕日も綺麗だな。でも今日は雲が多くて太陽が沈む瞬間が撮れないね。オープンしてる時間も長いみたいだから今度また来て撮ろう。うん。いろんな国に行ったけど、一番好きな夜景はやっぱり香港だな。うんうん、わかるな。